えー、マスアートです、えー。聖書メッセージの時間となりました。感謝いたします。えー、まずお祈りいたします。えー、天の父下の神様、えー、この聖書メッセージの始めから終わりまで導いてください。えー、この者の,の思いではなくて、神様が何を語っておられるか、わかりやすく丁寧に、えー、解き明かすことをいきますように、またわかりますように、えー、この者に知恵と力、また、 えー、自分の思いじゃなくて、えー、正しくできますように、えー、言葉と思いと口笛を整えてください。えー、感謝して、えー、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン、えー、感謝いたします。今日は、この聖書の、旧約聖書の、えー、ヨナ書からですね、えー、ヨナ書のの七回目となりますけど、えー、ヨナ書はこの。 預言者、ヨナは神様のに意に反して、えー、い行きますね、えー。このヨナ書、証言書ですけど、えー、ヨナ書、も今日の一章ですね。ヨナ書は、えー、全部で4章ありますけど、えー、7回目じゃなくて、えー、7回目は <laughs>、えー、新約聖書でしたけど、ヨナ書の5回,5回目ですね、えー。5回目となりますけど、 えー、特にヨナショの、えー、今日は一緒ですけど、えー、しかしヨナは死の三日を避けてタルシへ逃れようとして立って酔っ払いった、えー、神様の言いつけを,を守らずすまあこの敵でありますね、えー、今また、えー、この現代においてはまたイスラエルと周囲の特にハマスまたレバノダマスカスそういうこのおにおいても なりますけど、えー、敵の国へ福井のべなさいということで、嫌がりましたですね。この一節の一節には、一章の一節のヨナの一緒ですね。あ、みたいな子、世の中に次のような主の言葉があった。たって、あの大きな町、ニエベに行き、これに向かって叫べ、彼の悪が私の前に登ってきたからだ。しかし、えー、ヨナは主の御顔を避けて、たるしへ逃れようとし、たって、 ヨッパへ下ったとということですね、えー、今日はこの「しかしヨナは死の帝を避けて垂れようを通してヨッパに下った」ということ,を,、ま見とま <laughs> えー、こを見ていきたいと思いますではこのヨナ書を見ていきたいと思いますヨナ書の一生ですね「あ見たの子ヨナに次のような死の言葉があった」「立ってあの大きな町ニレベに行きここに向かって叫べ」 彼の悪が私の前に登ってきたからだ。しかし、ヨナは死の御顔を避けて、タルシへ逃れようとして立ってヨっぱに下った。彼はタルシへ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、死の御顔を避けて、ミと一緒にタルシへ行こうとした。<laughs> さて、死は大風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。 水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てた。しかし、ヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいった、えー。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか。寝込んだりして、起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは神が私たちに心を止めてくださって、私たちは。 滅びないいで済むかもしれない皆は互いに言った。さあ、ああくじを引いて、誰のせいで、この災いが私に降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじは夜なに当たった。そこで彼らは夜なに言った。誰のせいで、この災いが私に降りかかったのか告げてくれ。あなたの仕事は何かあなたはどこから来たのかあなたの国はどこか一体どこの民か ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、死を恐れています。それで、えー、人々は非常に恐れて、えー、彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が死の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこ,これを彼らに告げていたからである、えー。彼らはヨナに言った。海が沈まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。 海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ,投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。分かっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。<laughs> このこのその人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼に向かって荒れたからである。そこで彼は主に願っていった。 ああ主よどうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報い,で報いないでください。主よあなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして、えー、彼らは夜ナを抱えて海に投げ込んだ。すると海を激しい怒りをやめて静かになった。えー、人々は非常に死を恐れ主に生けを捧げ、誓岸を建てた。海は,あー主は大きな魚を備えて、 ヨナを飲み込ませたヨナは三日三晩魚の腹の中にいた <laughs>、えー、感謝いたします、えー、まあこの聖書メッセージとして題、えー、を売ってますけど、まあ、聖書、御言葉を読んでの応答に過ぎません、えー、改めて、えー、この、えー、毎週一回、えーまあ、講談が抱える 本当に神様に召された、牧師先生語る御言葉は本当に感謝いたします。これを真似ているわけではありませんけど、なかなか聖書を読んでの音ですね。自分もこのヨナの最初の記憶がありますね。このヨナの最初の私の聖書メッセージでは、このヨナ書のこの 一章の最後の説ですね、それをお、まあ、メッセージした記憶が、あまあ、どういうメッセージしたかわかりませんけど、えー、主は大きな魚を備えて、夜なを飲,飲み込ませた、夜なは三日、三晩、魚の腹の中にいたということで、これはイエス様が十字架にかけられたあことを象徴することと言われています。えー、また、えーこの このヨナシャオからあ,ある先生がこのついて、えー、このまあ、えー、紹介したそのこともふとこのヨナシャオから見て思いますけど、えー、このユダノの敵であるニレベですね町大きな町に、えー、敵である方々が救われる。 神様が見心ですけど、ヨナは自分の思いで、えー、そういう,う行きたくない、えー、最後は、えー、のむかれてヨナ書を見ると、えー、ヨナはまた行って、えー、この神様二年目の町を滅ぼそうとし,しますけど、えー、このヨナは行って、えー、その福音宣教をして、えー、一生かい、えー、この、 救われますそして、えー、まあ3章で次に、えー、再び、えー、ヨナに次のような主の言葉があった。行ったってあの大きな町にい行き私があなたに告げる言葉を伝えよう。えー、そうするとこの2、えー、ネームの人は実説に書いてありますね。えー、神は彼らが悪の道から立ち返るために、えー、努力していることをご覧になった。 それで神は彼に下そうと言っていた災いを思い直し,し、そうされなかった。神様は二ネベを滅ぼそうとしましたけど、二ネベの人々が悔い改めて、この五節から言いますね。そこで二ネベの人々は神を信じ、断食を、まあ、その前にヨナはその町に入って、まず一日目の道のりを、 歩き回って叫びもう40日するとニネベは滅ぼされると言ったそこでニネベの人々は神を信じ断食を呼びかけて身分の高いものから低いものまで荒布を着たそのことがニネベの王の耳に入ると彼は王座から立って王服を脱ぎ荒布をまとい灰の中に座った王と大臣たちの命令によって次のような布告がニネベに出された 獣も人も獣も牛も羊も皆何も味わってならない草をはんだり飲んだりしてはならない人も家畜も荒布を身にまといひたすら神にお願いし、えー、おのおの悪の道と暴虐な思いから立ち返れ宮説、えー、もしかすると神が思い出してあおりみその燃える怒りを収め 私たちを王は滅びないで済むかもしれない。ということで、えー、このこの神様はニネ兵を滅ぼすと言ってましたけど、えー、最初に、えー、ヨナが言、えー、って、えー、この二年兵の人々に福音を伝えて「えー、神様立ち帰りなさい,とい」と 行ってこのお2年目の町をあこの滅びないで住むことができましたというのはまた不機嫌になりますけど、まあ、4章、えー、ちょっと見ていきたいと思いますまた今日はちょっとお話がちぐはぐですけど、えー、ヨナ章ですねこの4章の <laughs>、えー、今日のこのヨナ章の最後に、えー 4章を見ています、えー、ところがこのことはヨナを非常に不可解にさせたヨナは怒って死に祈っていったああ主よ私がまだ国にいた時に,に,にこのことを申し上げたでありませんかそれで私ははじめたる死へ逃れようとしたのです私はあなたが情け深く RM 深い神であり怒るのに遅く恵み豊かであり災いを思い直されることを知っていたからです 死をどう今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているよりも死んだ方がましですが死はせられた。あなたは当然のことのように怒るのかヨナは町から出て町の東の方に座り、えー、そこに自分の仮ごを作り町の中で何が起こるかを見極めようとその影の下に座っていた神である死は一本の遠駒を備えそれをヨナの上に覆うように生えさせ彼の頭の上の 影とし夜はこの,このトウゴマを非常に喜んだしかし神は翌日の夜明けに一匹の虫を供えられた虫がそのトウゴマを噛んだのでトウゴマは枯れた太陽が昇った時神は焼きつくような東風を備えられた太陽が夜ナの頭に照りつけたので彼は衰え果て自分の死を願っていった 私は生き,ているよ生きているより死んだ方がましだ。すると、神は4年を寄せられた。この遠マのためにあなたは当然のことのように怒るのか。ヨナは言った、えー。私が死ぬほど怒るのは当然のことです。主は寄せられた。あなたは自分で骨折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこの遠マを惜しんでいる。まして私はこの大きな町、ニレベを惜しまないでいられようか。 そこには右も左も分けらえない12万以上の人間と数多くの価値くがいるではないか。えー、感謝いたします、えー。今日はこの、えー、ヨナ書の一章のこのから最後ヨナ書の四章の結末を見ていきましたけど、えー、ヨナは。 神様、ヨナに二連に行って福音を伝えなさいと言われたのに、ヨナは嫌がって反対の方向に行って、そこで大きな坂に飲み込まれて、三日、三晩、腹の中に行って、その中で苦しみ、二、まあ、章三章です苦しんで、悔い改めてた、ために吐き出されて、そしてまた神様、ヨナに二連に行って伝えなさいと言って。 ヨナは一生懸命仕事をしましたですね。そうしたら二、えー、年目の人々が悔い改めて、えーえー、神様はこの二年目を滅ぼせませんでした。そのことは、えー、ヨナは知っていたのでヨナは復元になりましたですね。神様はその復元を直すために、えー、このトウゴマを廃させましたけど、えー、この 火が出てそのをかれてままた死を願いますね、えー、そういうことに対して神様は、えー、このとうも一夜で、えー、生えて一夜で滅びるとうのためにあなたは滅びるか神様はこの2年目のこの12万も住んでるためのことを思って、えー、哀れでいますということを感謝いたします、えー、はいまとめになりたいと思いますこの 神様は一人でも滅びることを望んでおりません。えー、この、今日は、えー。このヨナ書の、まあ、主題と、まあ、した。ヨナは、このし。しかし、ヨナは、えー。まあ。こっちに書いてありますね。一節か三節、三、えーえー、節も読み出します。ええー、アメタの子ヨナに次のような詩のことがあった。えー、立って、あの大きな町ネーヴに行き、これに向かって、えー、叫べ。 彼の悪が私の前に登ってきたからだ。しかし、ヨナは死の三顔を避けて、タルスへ逃れとして立ってよっぽに下った。彼はタ,シュタルス死の息の船を見つけ、船中を払ってそれに乗り、死の三顔を避けて、皆と一緒にタルスへ行こうとしたということですね。はい、えーえー、ヨナは、えー、しましたけど、神様は、えー、この二例目の町、十、え、二、ー、万の町、一人以上望んでおります。えー、最後に、 12万以上神様この全世界に住む人々を歩んでいますこの「新約聖書」の福音書の3章の13節を読んで、えー、終わりとさせていきたいと思います「えー、ヨハネの福音書3章の16節神は実にその一人ごをお与えになったほどに弱意されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく 永遠の命を持つためであるヨハネ福音書三章十六節、えー、感謝いたします、えー、前回のそのユダの手紙でも、えー、永遠の都その天国について、えー、少し触れましたけど、えー、この前回、えー、この講談から牧師先生がそういう天国永遠の命を観念的な考えじゃなくて御言葉によって、えー 知る者と見たまによって知る者と成しさせたいことを覚えて改めてこの福音ですね。えー、ヨナは、えー、神様命じられたに対して、えー、嫌がりましたけど、えーま、最後はまた神様に従って行きましたけど、えーえー、ヨナはまたトうがんが一夜で生えて一夜で死んだトうがを見て死にたいと願いましたけど。 神様のあれみですね。私はそのような、すぐに、えー、そういうヨなのごとくなものですけど、神様の恵み、愛にお答えしていきたいと思います。えー、なかなか、ヨナ社の一生からの世の中、神様の言いつけを守らず、対していこうということから、私もその、 反省として神様の身胸身心を知る者となりたいと願うものです。えまちぐはぐなメッセージとなりましたけどこの、えー、ヨナのことを覚えて、えー、神様の哀れみを覚えていきたいと思います。感謝いたします。えー、天の神様、えー、多くの滅びく魂、えー、一人として神様は、えー、目をかけておられます。えー、この、えー、話を通してまたこの ヨナの話を通して、えー、このまた YouTube を通して、えー、イエス様を知る魂が起こされることを望んで、えー、このイエス様を個人的に信じる幸い、また、聖書的な教会に、えー、集ってイエス様を信じる幸い、えー、恵みに扱ってほしいと願うものです。えー、感謝して、えー、イエス様のお名前によっておめでとうします。アメ、えー、感謝いたします。えー、ヨナ書からこういうい 福音ですね。イエス様、信じる際は、恵みに扱ってほしいと願うものです。えー、マサトです。このマサトのセッションメッセージでした。マサトのこのー YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタン等よろしくお願いします。えー、長くなりました。えー、今日は、ヨナな紹介のお話でした。次回、またセッションメッセージでお会いいたしましょう。マサトでエス、仕上げネスパッシンプリゼル、シャロム、シャロム、シャロム。